大和高田市内で警察、小学校と市が合同で通学路の安全を守るための緊急点検を行いました。今日は市立浮穴西小学校の周辺で立野依子校長と高田警察署、大和高田市の担当者が一緒に通学路の安全を点検して歩きました。緊急点検は先月に千葉県で下校途中の小学生の列に飲酒運転とみられるトラックが突っ込んで5人が死傷したことを受け、学校から早めに対策をという要望があったため行われました。通学路には歩道と車道を隔てる柵が途中で切れた箇所などがあり、保護者からの指摘を校長が説明しました。そして警察と市の担当者が確認して話し合ったり、ドライバーへの啓発看板を取り付けたりしました。我々警察の方だけでは気づけないところ、やっぱり実際に地元を通られる方の目線でここが危険なんだというところを知ることができて、今後の活動に生かせられるかなと思いましたね。小学校と警察、市ではこれまでも夏休みに点検を行い、交差点を赤色に、路側帯を緑色にカラーリングするなど、ドライバーの安全運転の意識を高める取り組みをしてきました。小学校などは今後も連携しながら安全な通学路の確保を目指すとしています。